ミッション1、クレーンゲームでアーニャの景品を獲得せよ。はい、いやさよなら、さよなら。ミッション2、たこ焼きキャッチャーで一発で当たりに入れろ。当たり2つなんだね。何だこれ、一発勝負いけ。ちょっと待って、にゃー。ミッション3、ピーナッツ一袋を一気食いせよ。これは父がやって。いや、そういうのだけ俺にやらせんじゃないよ。いや、でもいいよ。わかった。やってやろうじゃないよ。おぉ、じゃあ、切り食いだろ、任せろ。よし、頑張れ、父、頑張れ、が、ほんとに。あ、父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 、お、半分も食えてねえじゃねえかよ。めげない、しげない。おやすみ。はい、今回の動画は、ラブリーオリナリーデイズ、いってきまーす。イエーイ。このくじの発売日10月1日、スパイファミリー2期の放送日でーす。なるほど、すごい。多分ね、あの放送している間はね、俺編集頑張ってるかもしれない。まあ追ってね、アマプラで見ます俺が。はい、めっちゃ楽しみ。そして2期の主題歌がレオナが大好きなバルブオブチキンです。おお、そうなんだ。やばすぎる。公式が YouTube でノンクレジットバージョンの PV 出して見たんだけどね、もうめちゃめちゃ良かったよ、もう。はい、というわけでラインナップの方いきましょう。まずは A 賞、ウォッチング TV フィギュア、欲しい欲しい。俺とレオナ最推しのアーニャね。で、筋肉は、ヨルさんだよね。ヨルさんだね。これも一気で出てきたね、このシーンね。うん、うん。いや、めちゃめちゃ可愛い。そして B 賞が、抱っこぬいぐるみのアーニャ、うん、ね、この表情また、いいね。アーニャといえばね、やっぱいろんな表情する。うん、うん。そんなイメージがあるじゃないの。そして C 賞が、書き下ろし、イラストボード。ここでようやく、まあ、アーニャ以外のね、ロイドさん、ヨルさんと、うん、はい、出てきていますが、これでね、書き下ろしなんですよ。めちゃめちゃいいじゃない。A3 サイズ選べる全2種だよ。いや、でかいね、かっこいいね、クールだね。そして続いて D 賞がアクスタ、これ選べる全6種、書き下ろしです。てかアクスタも選べちゃうってこれ大変よ。うんうん、いや、これもアーニャ欲しいな。アーニャすげえちっちゃいけんね。うん、確かに4センチって書いてあるかな。ちっちゃたこ焼きぐらい。たこ焼き。そして E 賞がガラスコレクション、こちらも選べる、チョコノコシリーズなんだね。そして F 賞がクリアファイル&ステッカー、選べる全10種、これも選べる上にチョコノコブランドなんだね。そうね、めっちゃチョコノコチョコノコするね。そしてその下に G 賞がラバーストラップ、これも選べるチョコノコ、全部一緒じゃんこれ。その下も H 賞チョコノコフィギュアのチョコノコブランドの全5種、あ、これだけ選べませんだって。あ、選べないんだ。あ、なんだよ。あー、なるほどね。だけどね、今回怪獣めちゃめちゃ種類多いね。うん、うん、H 賞のチョコノコフィギュアにもなんとボンドがいるんですよね。そうです、ボンドね。で、アーニャのね、この表情。ああ、そう、これね。やってんの。うわー、可愛くね。そしてラストワン賞はウォッチング TV フィギュアのアナザーカラーバージョン、これね、なんと色だけじゃない、アーニャの表情、これが全然違う。で、テレビの画面の様子も全然違うと。はい、というわけでね、狙いなんですけれども、もう俺はね、とにかく、アーニャ、もう、怪獣でもいい。とにかく、もう、大好きなアーニャをもう、いっぱい欲しい。いっぱい、もう、この動きなんだ。この動き何？もう、アーニャ欲しいっていう、この物欲を表現してるんです。なるほど。めっちゃ欲しいんです、アーニャ。で、レオナも、もう、アーニャ、最推しなんで。はい。で、あとはね、ボンドもでもね、レオナ大好きだから、チョコノコフィギュアのね、ボンド。これも狙っていく。僕もヨルさんのチョコノックが欲しい。お、チョコノッコ。チョコノッコで一点で狙いを定めるんだね、そこでね。いや、素晴らしい。はい、というわけで今回の企画は、テンションのアーニャウォッチングテレビフィギュア出るまで勝たせ、やってきまーす。前回も確率渋かったけど、うん、でも欲しいんだよ。もうこれ出るまで俺は帰りたくありません。帰れませんじゃない、帰りたくありません。それでは全力で頑張っていきましょう。ああ、あ、いえいえ、実物だけ拝みに。あ、そうなんですね。
3人で9回で、はい、ラバスト。じゃあ筋肉いきますか、はい、どうぞお願いします。ちょっと方がよりですか、うん、おー、D、おー、ピスト。え、D、マジで強っ。ね、うわ、ぬいぐるみやばい、マジか。 G、 はい、ありがとうございます。わかるよ。はい、どうぞ。えー、1、すげえ、チョコノッコ。でもいいね、うん、よし、よいしょ、お願い。ガラスコレクション D、 アクスタ、よいしょ、こねー、厳しい、うん、アクスタ厳しい、おー、よいしょ、このぬいぐるみだ、うん、おマジ B A できた。きつい。まだあと何枚？あと2枚。2枚。やす。ちょっと待って。やばい。あとこれ A、うん、あと1。1。すげえ十分だよ。はい、よいしょー。やばすぎるんだが。あれさ狭い。ああそうね。じゃあ持っとくよ。あー、はい、よろしく。19歳人でさ、トータルで、うん、あの A 賞出るのももちろんやばいよ。これ40分の1なんで、ロット内2本しかない。でさらにやばいのが B 賞。これもロット内2本ずつなのに、なんと店舗移動込みで3回抜け。やばい。ただ俺もさ、レオナもさ、サヨシのモアーナで A 賞一番欲しかった身から言わせてもらいますとですね、同じ確率だったら正直 A 賞3本の方がヤバかったなって。そうだね。はい、それでいつものように会場からね、ちょっと紹介の方していきたいと思います。いやー、ヤバすぎだろこれ。いや、僕いつ今日死ぬんじゃないの。ね、確かに葬式は行ってやるよ。骨拾ってくれ。うん、保険金はやらんぞ。なんでだよ。もらう日だったのか、そもそも。もうあーにゃだよ、もうあーにゃだよ、あーにゃ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 。はい、ではまず G 賞のラバストからいきましょう。いや、極端だね、もうはっきり推しがわかる。あーにゃ獲得できたよ、2つ。いやー、めちゃめちゃ可愛いよね。はい、でヨルさん、ヨルさんね、うん、弟のツーショットもあるよ。あ、素晴らしい、可愛いな。寝起きなのかな、これ。眠いのか。これから寝ますわ。これから寝る。ね、夜だもんね、ここがね。夜？夜さん？夜さんだから。おお、夜さんが。これめっちゃ可愛い。いや、いいな。こういうなんか寝巻き系っていうのかな。これ好きなんだよね。普段見ないからね。そう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 。はい、続いてクリアファイルですね。もちろん、あーにゃ選んできましたよ。で、このピーナッツ分かるじゃんね。めっちゃ可愛いじゃん。で、これね、3人揃って。この表情めっちゃ好き。
可愛くない？首かしげてる感じ、で筋肉もね、夜さん選んできたね。はい、非常に分かりやすくてワンパターンな選び方しましたけど、だって欲しいんだもん。そうだそうだ、いいでしょ。そうだ。はい、で裏返すとなんと、はい、ステッカーセットなんでね、ちゃんとステッカーがありますという感じですよ。めっちゃこのサイズ感ポストカードぐらいな感じだよね。そうだね、この表紙やっぱ好きだな。これシールになってんだろうね。だってステッカーって書いてるでしょ。あとショーの名前読んで、これなんて書いてある？ステッカーって書いてあるでしょ。シールなんだ。はい、続いて E 賞ガラスコレクション。はい、はい、これ選べる賞だったのでこのデザインを選んできました。表情すごいね、ヨルさんとねロイドさんのにっこり笑顔、確かにすげえ可愛いな。普段はほらクールでかっこいいけど、まあこういう一面もあるロイドさん、かわいいじゃないの、ギャップ萌え、インテリアとしてこれを飾って楽しんでねっていう、そうだね、そういう用途なのかも、ね。続いて D 賞アクリルスタンド、イエーイ、はい、この3つ私夜さんそしてアーニャ選んできました。はい、じゃあ早速ねこれを組み立てたいと思います。さそれね、はい、じゃあ組み立てちゃう。やっぱりねアーニャねサイズ感がめっちゃ小さい、言っちゃえばちょっと大きめのガチャガチャのアクスターぐらいのサイズ感ではありましたけども、まあでもすごいそれはそれでリアルなのかなっていうね。この表情もまたいいんだわ。もうアーニャどんな表情してもめっちゃ可愛いの、なん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 、元が可愛いから。そうだね、天使なんだよ天使。じゃあ元が可愛くない、俺はどんな表情してももう可愛くないわ、早く組み立てて、俺早くこのチョコロコの中身気になってしょうがないんだからさ。土台がね、土台あかんねえんだわ。アーニャアーニャ、ちょっと待って、何チチって言ってる今。本当？うん、はい、組み立てました。いや組み立てやすさすごいね、カチってハマったもんで、すごい簡単だったんだね。ああなるほど。でどうですかこのメルさんの表情。いやー綺麗だな、綺麗な中の可愛さもある。うん、ね、いいね。やっぱこれね、隣にぜひねアーニャを置いて、はい、ね、アーニャと母ね共演させておきたいですね。で小さいから場所も取らないから。そうだね、ね、うん、なので飾りやすいのかなと思います。はい、さっきから何やってんの。いやもう気になってしょうがないんだよ。アーニャ待っててね。アーニャ最初で最後の1個のチョコのフィギュアっていうところで、ね、もう本当にもうアーニャアーニャー。はい、続いて C 賞書き下ろしイラストボード。おーすごい迫力がめちゃめちゃあるね。そうなんだよな、うん、でっけえんだわ。 A3 サイズだからね。確かにさっきのクリアファイルの2倍。はい、クリアファイルを当てるとちょうど半分、2倍の迫力のあるこのイラストボードよ。めちゃめちゃよくない？いいよね、で周りの縁が黒色だからもうクールな感じが際立つ際立つ。うん、いいね、おしゃれだね。へー、あーにゃがこう、はあかわいい、いいね。ちょっとキョトンとしたこの表情またいいわ。いいね、かわいいです。はい、目膜は真っ白になってます、うん、あとは、まあ、紙ですね、紙製でも厚みはあるけど、まあ、ちょっと折れとかも怖いんで、うん、扱いには気をつけましょうっていう感じになっております。はい、はい、続いて B 賞のアーニャのダッコぬいぐるみいきましょう、うん、まあ、ダッコぬいぐるみっていうぐらいだから。社内で不審者タイムは聞いてないぜ。自分でやっといて何なんだろうね、意外とシンプルなのかな。そうだ、ね、細かいところがそんなにない。シンプルならこの衣装のデザインかな。おうおう、ここは結構細かいなって思いました。ただ黒に多分これ黄色なんだけどちょっと金っぽくも見えるから、ちょっとね豪華な感じありますよね、うん、はい、まあーニャらしい表情だなこれね。で手もねこうやってフリーダムに動きますよ。おお、フリーダムか。うん、めちゃめちゃ可愛い。この角のところとかもね見て、しっかりこう何だろう、穴が開いてて浮いてるんよ。ほんとだ、うん、これ完全にくっついてるわけじゃなくって、ちゃんとこの髪の毛のここに穴が開いてて、そこから角が出てるという感じになっております。であと残念ポイントがちょっとねあったのが、この目のほつれが見えにくいけども、ここね、あー見えた見えた、ね、まあ、これはね別に一発ちょっと切っちゃえば全然問題はないんですけど、まあちょっと最初気になったなっていうところと、まあ、あとはねちょっと顔のサイズ感が大きいのかな、バランス的に。うん、あと頭なんか髪の毛もちょっとボリューミーな感じがあるかなって、はい、個人的には思いました。あとね座らせた時にバランスちょっと大丈夫かなこれ、ちょっと置いていい？首座ってないんじゃない？
あ、やっぱり結構バランス正直よろしくないですこれ。はい、では続いて A 賞ウォッチング TV フィギュア、こちらを開けていきたいと思います。いやー楽しみー、開けよー。はい、では A 賞のアニャフィギュア開けてみました。めちゃめちゃ可愛いよ、もう本当にこのね表情よ、素晴らしい、この満面の笑み、すごい可愛いね。可愛いね。可愛らしすぎる。いやーでね、見て片手にピーナッツの袋持ってんな。おー、ね、でなんかつまんでる感じあるんだけど、この指の動きっていうかこの指の形か。そうね、この手の形がねちょっとピーナッツつまんでるような感じあるんですけど、よーく見てもちょっと俺の視力にはねちょっと見えなかったね。うん、うん、何か持ってるようには見えなかった。あとはこの袋の中身も覗いてみるけど何も入ってなかった。もうね食べきっちゃったんだねこれね。うん、食べきってもう満足してこの笑顔なのかね、もしかしたらね。足りないよ父、おかわり。いいそういいそう。はい、で他のところもねこのテレビもすごい、このね画面のところねちょっとね映像だと伝わりづらいんですけども、ちょっとプクってちょっとね出っ張りがあるんだよね。丸みを帯びた出っ張りっていうのかながあるんだよね。でこのつまみのところもねちゃんと立体感あってすごいなと思いました。でこのテレビのここの上の部分、ここなんとメモスタンドになってるんだよね。でケニコはちょうどなんだっけ、定規、うん、メモではないけど定規持ってたからね、ちょっと実際に隙間に入るかどうかっていうのを、はい、刺してみましょう。ほら隙間に入ったんよこれ、見えますかね。はい、という感じでメモのスタンドとして、はい、これ活用することができますという感じになってます。はい、でアーニャのこの髪の毛の立体感すごい浮いてるんよ。髪の毛毛量やっぱ多いのかね。うん、すごい厚みのある髪の毛なんだよね。はい、でめっちゃ全体的に浮いてるような感じ。はい、でこの衣装もすごいシンプルなんだけど、まあちょっと細かいねシワとかは結構リアルな感じですかね。はい、で足元も結構シンプルですね。はい、まあ、このね、まあ、服だったり靴だったりっていうのが、はい、意外とまあちょっとね粗い部分も、はい、見受けられましたが、はい、やっぱ顔がね表情がいいんですよ。でここね隙間空いてるの最初何かな、最初お尻ここにね置くのかな、バランス保つためにって思って、したらねなんだっけ後ろ説明のところにね、うん、あの小物とかお菓子置く用としてねここ開けてたみたいで、ちょうどこれもね筋肉はね小物持ってたんですね。はい、この色合いは何なの。赤に黒ってなんかさ、何なんかあれだよね。あとは実際ねこうやってテレビとかアーニャそのものフィギュア、はい、これ別になってますので、それぞれちょっと一周だけ回していきましょう。はい、じゃあテレビ一周します。なんかテレビ一周ってなんかやばいね。パワーワードだよこれね。見たことないなテレビ一周。だいたいいつもレビューしてんのがさ、うん、あのねやっぱ人間とかモンスター動物、うんうんうん、そういうものじゃん。俺家電一周するのなかなかないよ。このくじ動画やってて、はい、終わりです。特にないもんだって。下からね、みんな求めてるよ。あーなるほどね、ローアングル下アングル、うん、見てください。あーどうですか、これが家電のテレビの下アングルでございます。どうみんなこれ見たかったでしょ。はい、じゃあアーニャ行きましょう。もうとにかく表情がもう大好きです、うん、ごめんね個人的な好きなところばっかりおっしゃって。もうとにかく表情大好き、もうほんとそれしか押さない、もうやばい。いやあとやっぱねこう無邪気な、うん、子供じゃん ね、 そうだね、無邪気なところがいいんだよね。屈託のない笑顔、そう、ね、いいよね、素晴らしい。もう言ったらねもう2周目だよこれ。はい、では最後に H 賞のチョコロコフィギュア、全部で3つありますので、まずはちょっと筋肉の2つこれ開けて様子を伺ってもよろしいでしょうか。よろしいよ。はい、これちょっと最後に取っておきます。はい、はい、じゃあ2ついくよ。いいよ、重くねこれ。重いんだよ、明らか重いんですけど。さっき俺が持ってたのよりこれ。ちょっと待って、なんだい、なんか俺分かった気がする。せーの、はい、分かってはいた。ロイドさんボンドさん、ボンドさん、ロイドボンド。あ、なるほどね、めちゃめちゃ重いのはこの子だ。逆に重い子を避ければ、うん、まあ、それ以外が狙えちゃうのかなっていうところはありますけども、ね、
はい、最後にねこれをね動画の締めをやって開けてエンディング入りたいと思います。とその前に、はい、こちら B 賞抱っこぬいぐるみを1名の方にプレゼントしたいと思います。はい、視聴者プレゼントです。というわけでここにね応募方法字幕で書いておりますのでお間違いのないようにたくさんのご応募お待ちしております。それでは今回の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。私チャンネルたくさんくじ動画投稿しておりますので、くじ大好きな方はぜひ下のチャンネル登録、高評価、そしてツイッターフォローで応援の方よろしくお願いいたします。お願いします。それでは最後にリアルな開封いきますよ。ここで穴見たら優勝です。はい。はい、2種類ありますからね。そうだね。それではいきましょう。3、2、1、お願いします。おー、やきたー、やったー、優勝ー